はいどうも、ショイ TV です。はい、本日はですね、栃木におります。そして、MLB ドリームカップ、栃木選抜ということで、選手に来ていただいて、グローブを紹介してもらおうと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけで来てもらいました。お名前お願いします。佐藤です。佐藤くん、はい、お願いします。お願いします。というわけで佐藤くんのグローブを紹介してください。はい、これです。おお、2つ。こっちが試合用で、はい、試合用。こっちはこっちが2ヶ月ほど前にオーダーしたグローブになりまして、はい、マジ来たばっか。そうですね、人生初。人生初です、はい、マジっすか。でまずこっちなんですけど、はい、ミズノグローバルエリートですか。そうですね、はい、はい、結構これ使われてますか。使ってますね。何年ぐらい使ってます。3年ほど使って、もう、まあ、結構、はい、試合だったり練習だったり、まあ僕ちょっと下手つなんで、まあ結構、はい、使ってもう慣らしてる。そうですね、これ紐変えてますよね。変えてます、はい、はい、これ紐は切れちゃったんですか。一回切れまして、はい、ちょっと、はい、どうせながらも変えようと。変えようと思います。え、これってもともとオレンジじゃないですか。はい。で、紐何色だったんですか。紐もオレンジ。オレンジだった。はい。で、今回赤にしたって感じですか。赤にして、はい、ちょっと色合いを色合い変えました。このボツボツ何でしたっけ。ボツボツは、あれ、何でしたっけ。何でしたっけ、何でしたっけ、これ何ちゅうやつでしたっけ、これ。空気出るんでしたっけ。しないですね。両兵来てくれ。まあこのボツボツはね、あの両兵がテロップやるんで、はい、はい、こんな感じですと説明お願いします。はい。これもうなんか、何でも取れそうですね。いやもう自在に操れる感じで。結構手が大きめの人は、はい、ちょっと扱いたいと思います。そうなんですか、はい、手ちっちゃいですか。手ちっちゃいんで。めちゃちっちゃいじゃん。かわいい、はい、かわいいっすね。はい、そしてお次のグローブです。それがダーと、はい、水野の、はい、水野プロ、はい、オーダーということで、はい、これすごいなんか綺麗。マジで来たばっかっすね、これ。そうですね。肩もあんまついてないですか。ついてないです。これから調整していって、まあ試合で使えるようにして、はい、まあ来年あたり、はい、使っていこうかなと思ってます。なるほど。これはさっきのグローブとは大きさちょっと違います。一緒ですか。いや、ちょっとワンサイズです。同じ、ちょっと大きいかな。ちょっと大きいですね。おお、はい、で、バスケットウェブ、流行りのバスケットウェブで、で、このラベルがダイバーシティブルーの、はい、ラベルにして、横ですね。かっこいいです。しかも家族愛ということで、家族の思いをね、思いをしっかり乗せて、そうですね、守備をするということで、はい、めちゃめちゃいい顔だし、もうこれすごいね。何でしょうかね。あ、そうですね、ここ名前なんだっけ。良平、これ名前なんだっけ、これ。ここもね、ここもやっぱ色違うからさ、ちょっと俺はあんま名前わかんないですけど、はい、両辺ならわかるんで、あのテロップやるんで、はい、なんかこだわりとかありますか。そうですね、もうあれあんまり目立ちすぎず、まあ目立ってますよ。目立ってますよ。まあ元々青か赤好きなんで、それに合わせたあのまあちょっとシンプルなんですけど、まあ色のバランス考えて、まあこういう色にしたって感じですね。はい、でもいいっすね。あとウェブなんですけど、西武の源田さんが、はいはいはい、ちょっとの守備が好きで、でウェブだけを真似した感じですね。はい、いいっすね、はいはい、このグローブをしっかり育てて、そうですね、来年名手になってください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうした。はい、というわけで来てもらいました。お名前お願いします。小林です。小林くん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いい守備でね、ライトで安心してました。というわけで、小林くんのグローブお願いします。はい、こちらです、はい、おっ、これはまさか、これまさか、そうです。このピッチャー用知ってますよ。これは去年散々やりましたんで、良平ってやり方いるんですけど、あいつがもうずっとずっとそういうの言ってるんでね、覚えてますよ。これはバッペの DM モデル。そうです、はい、ですよね、はい、よかった。これ軟式公式兼用ですか。そうですね、ですよね、はい、書いてありました、はい、そういう経緯ということで、これ軟式公式兼用どういう意味か分かりますか。なんすか。軟式公式兼用っていうのは革が公式仕様になってて、中の芯が軟式仕様。知らずに買いました。出て、例えばあの中学生がさ軟式野球やってて、高校に上がるときに公式使うとかあるじゃないですか。はいはいはい。ここスムーズにいけるようにっていうことで、軟式公式兼用っていうのが出てます。なんで僕ら草野球人も軟式だけど、ちょっとあのやっぱ M 級硬いじゃないですか。そうですね。なんでちょっとこれめっちゃおすすめです。値段もそんなしないですよね。はい、ですよね。あんまりいかないんで、これ、はい、そうです、はい、しかもあのまあ今年で引退してしまいますけどね、 DM モデルなんです、これ。はい、名前は名前言っちゃダメですね。名前言っちゃダメですけど、 DM モデルということで、これどういう片付けにしてますか。これなんかつい最近湯もみしたんですけど、お本当に小指こうやって曲げる、
こういう感じで曲げて、こう、はい、こういう、はい、こういう感じ。そうですね、こういう縦で縦閉じのタイプ、はい、投げたいタイプなので、うん、そういう風に片付けを自分でしました。今日も投げてましたよね。あ、そうですね、これ使って、はい、どうでした？いや、いいです、めちゃくちゃ、はい、重さもちょうどいいの で硬さもいい感じで、やっぱり軟式硬式兼用なので、すごく、うん、いい感触だなって思います。さすが、今日ナイスピッチでした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、で、お次こちらのグローブですね。はい、こちら、ボン、 Z の外野手用グローブということで、はいはい、結構これ味出てますよ。そうですね、これは何年ぐらい使ってますか？これも5、6年は経つですかね。これ軟式用ですか？いや、これは硬式です。硬式用、はい、高校の時にオーダーして、まあ、ただ補欠だったのでほとんど使ってないですよ。ほとんど使ってない。だいぶ使ってる。使ってますよ、これは。素晴らしい。綺麗だし、味あるし、はい、はい、これはなんかあれですか、こだわりとかありましたか？あー、これとりあえず土手はもう潰したくなかったんで、はいはい、ボックスというか、はいはい、若干もう今もうあの結構へたれちゃったんで、はいはい、あれなんですけど、あの金城選手が好きだったので、お金城モデル、はい、おい、それで作らせていただきました。なるほどね、はい、そんな大きくないですか？大きいですか？あー、なんか前は大きいかなとか思ったんですけど、うん、今はまあそうでもないかな。一般的な大きさかな、はい、今もっとでかいのあるんですよ、こんなビヨンって。あ、そうなんですか？ディークエストってやつですけど、ちょっとガチですよね。ウェブもなんかこだわりとかあったんですか？ウェブは、うん、なんか当時あのトンボというか、うん、ああいうのがなかった、流行ってなかったから、ちょっとダサいだと思って、うん、まあこれにしたんですけど、はいはい、今はまたオーダーしたんですけど。あ、そうですか？それはあのトンボで、トンボでした、はい、作られてます。そのグローブのところ、そのグローブちょっとまだできないんですよ。まだしない、はい、来週、ね、来週できたらお願いします。お願いします。できたら、できたら、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、お続きの方来ていただきました。お名前お願いします。絵画です。絵画くん、はい、お疲れ様です。今日はあの三塁コーチャー最初の方やってくれて、疲れましたね。疲れましたね、はい、暑いし、はい、というわけで絵画くんのグローブをお願いします。お、水のプロ。そうです。の内野手用。内野手用です。これだいぶ結構使ってますよ。いいですか、これだけですか、はい、だいぶ年季入ってる。これ硬式用ですか？軟式用です。軟式用ですか？マジか。え、これいつ頃買いましたか？10年前ぐらい。10年前、すごいちっちゃくないですか？いや、これぐらいがちょうどいい感じ。ちょうどいい感じ。内野手、セカンドですか？あ、そうです。セカンド、はい。マジか。でもマジで上手い人のグローブって感じし、めちゃめちゃするし、面広くないですか、ね、これなんか片付け最初買った時にどういう型にしようとかってありました？特になく。特になかった。特になく。今宮君なんかないですか？なんか、うん、湯もみして、うん、湯もみして。湯もみしたんですか？湯もみしました。10年前に。10年前にすごいっすね。俺知らなかった、その10年前に湯もみだなんて。知らなかった。本当にグローブわかんないんで、相方がめっちゃ詳しいんで呼びやがったんですけど、いいでね、なんか遊んでるんですよ。で、これはウェブはもともとこれでした？あ、形は一緒です。形は一緒で、もうちょっとこう変えて、はい、でもめちゃめちゃ味出てるし、ここの土手部分が広いからめちゃめちゃ取りやすいんじゃないですか。これ当て取りもしてます？これまさか。あ、当て取りはしてない。当て取りしてないですか？流行りの流行りの当て取り、こうやってできないですか？こうやってやんないですか？やんないですか？はい、ありがとうございました。じゃ今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、というわけで今回は3人の方にグローブを紹介していただきました。後日別の選手をインタビューしようかなと思ってますんで、その辺はぜひともよろしくお願いします。ちょっと時間ってことで帰りますんで、この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。ちなみに行った時用のプレゼントとしてベサンプの内野硬式用になります。まあ視聴者の人はね、硬式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんですよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、OK、この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に横から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。I'm